和尚、助けてよ。おや、どうしたんだい。大好評発売中、シグネチャースペルブック JS あるじゃないですか。いろんなイラスト変わっててかっこいいね。なんと収録されてるカードにはランダムでホイールカードも入ってるよ。それでどうしたんだい。そうそう、そのシグネチャースペルブック JS に収録されてるカードを見たら、不中の糸ってあるじゃないですか。あれ、点数で見たマナコストって書いてあって、点数で見たって何？確かにちょっと分かりにくいね。じゃあそれも詳しく見ていこうか。和尚、点数で見たマナコストって何ですか？点数で見たマナコストというのは、カードの右上に書かれているマナコストのうち、マナの色を気にせず量を数えたものというのが定義になります。それではなぜわざわざ点数で見たと表現されてるんですか？はい、これは実際に払うコストとカードのコストっていうのが食い違うケースがあるからです。例えばスレイベンの守護者サリアがいる状態で稲妻を唱えようとした場合、稲妻のコストはもともと赤1マナだけなんですけども、サリアで増えているので都合を払うのは2マナになります。あとは火による戦いのようにキッカーを含めて追加コストを払ったみたいなケースは、実際に 3+6 で9マナ払いますけども、点数で見たマナコストというのはカードの右上に書かれている3マナという形になります。それでは王将、歩行バリスタや中略のようにマナコストに X が含まれる呪文はどうなるんですか？はい、この場合 X が含まれるとスタックにあるときとスタック以外にあるときで挙動が変わります。スタックにある場合というのは、 X はプレイヤーが宣言した台になります。で、戦場や墓地などスタック以外にあるときというのは、これは X は0として扱います。今田村さんが例で挙げたような歩行バリスタの場合であれば、 X2 で唱えるよと宣言をしたのであれば、スタックにあるときは X 両方に2が入って合計4マナという形になります。で、これが着地して戦場に出た後はスタック上でいくつで唱えられたかにかかわらず、 X というのは0として扱います。なのでこの後歩行バリスタの能力を使って、例えばカウンターを10個まで増やしましたと言っても、 X はカウンターの数によらず0という形で扱われます。ありがとうございます。それではマジックのルールについてちょっとしたクイズを出題します。あなたはわかるかな？はい、それでは基本編の問題になります。現在田村さんが X4 で唱えた歩行バリスタをコントロールしています。私は今から不中の糸をその歩行バリスタに唱えたいんですけども、これは対象として適正でしょうか？X4 で唱えた歩行バリスタでもスタック以外にあるときは X は0として扱うので、これは適正です。はい、その通りです。田村さんが今解説してくれたように、戦場に出ているのであれば X は0として扱います。なので歩行バリスタは0マナ、点数で見たマナコストは0のクリーチャーとなりますので、不中の糸の対象として書かれている点数で見たマナコストが2以下のクリーチャーというのを満たすため対象として取ることができます。はい、それでは応用編になります。モダニ燃焼というカードがあります。このカードフラッシュバック持ってまして、墓地にあるときに赤と手札を X 枚捨てることによって唱えることができます。現在手札が3枚ありましたので、その3枚を全て捨てて赤赤を払って唱えることを宣言しました。じゃあこの燃焼、点数で見たマナコストいくつでしょう？払ったコストは赤2マナと手札を3枚捨てたことなんですよね。わかった、 X の部分のマナコストを払ってないから、これは1です。はい、残念。これは X 枚の手札を捨てると書かれてますので、X はその3枚捨てた手札がありますので、その3枚というものが入ります。なので赤 XX の X の部分には3という数字が入って、 X2 回ありますので合計で6、そしてあと1点赤マナがありますので全部で7点という扱いになります。また
同様に天使への願いのような奇跡を持ったカードっていうのは奇跡でコストを支払って白白 XX の部分を例えば4で払った場合、右上にあるコストの X の部分に4が入って X が2回なので 4×2 で8プラス白マナが3つあるので3プラスされて都合11というのが点数で見たマナコストになります。このように何かしら X を定める効果やコストの払い方によって定められた場合、その X が入るよという形になります。お気をつけください。ためになったよ、ありがとう和尚。またルールでわからないことがあったら聞きに来るんだよ。うん、わかった。ここまで見てくれたみんなもぜひ画面右下のチャンネル登録ボタンを押して次回の更新もチェックしてね。他にも大隅和尚に聞いてみたいルールの質問があったらコメント欄にコメントしてみてください。それでは皆さん、バイバイ。